はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の三角関数を含む関数の最大最小丸1をお送りします。で、タイトルね、ここから変わって最大と最小を含めた問題をやっていきます。おそらく2本だと思う。ちょっとね、まだ決定してないんですが、まあその1本目ですね。で、今回は4問問題がありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、分かんないのがあれば今からね、全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず4つ、まあ関数があって、それの最大値、最小値、で、およびその時の θ の値を求めていきます。つまり、θ がいくつの時、最大値いくつ、みたいな感じで答えていけばいい。で、これ全部4問通して、もう単位円で勝負するだけです。いい？すごくシンプルにやることができます。で、まず今回1個目が、y イコール2sinθ マイナス5です。で、θ の範囲が3分の π から6分の 7π となっております。で、これを単位円でどっからどこまでなんだろうって考えるだけなんです。だから、またね、こうノートとかにやってるんだったら、ノートの隅とか、テストだったらね、あの問題用紙とかの隅で構わないので、簡単に単位円を書いて、もちろんね、これなくても解ける人もいっぱいいるんで、なくてもいいんですけど、まあ、ひとまず慣れるまでは書いてもらって、で、今、この問題はサインシータです、主役が。で、3分の π から6分の 7π なんで、まず3分の π。どこかっていうと、3分の π60 度でしょ。だから、ここ。まあ、大体ね。で、こっから6分の 7π。これは210度か。だから、180度、30度下だから、この辺だね。そっからそこまでだから、つまり、ここなのね。わっと曲がったけど。今使っていいのがここ。で、その時、sinθ、つまり y 座標が、一番上、最大のとこと最小のところを探せばいいと。で、最小に関しては、どう見てもここだよね。ここの Y 座標。で、210度の Y 座標なので、ここ、マイナス2分の1だよね。ここは。で、ここ、最大値は、ここかって思うんだけど、一番上通ってるからね、ここ。つまり1です、最大値は。上通ってるから。いいかな。で、図で分かれば最大値1で、最小値はマイナス2分の1、まあ、最小値っていうか取るときだね。こことここで最大最小を取るっていうのが分かるから、まず最大からいきます。 θ イコールここのとき、ここは90度、つまり θ が2分の π でしょ。なので θ イコール2分の π のときで、最大値いくつかっていうと、確かにこれは1なんだけど、これは sinθ が1なだけなので、ここに1を入れるんです。で、1を入れると、2×1 で2、マイナス5だから、最大値。ここだけちゃんと書こうか。あとはちょっとね、丸大とかでサボりますけど。最大値が、マイナス3になります。で、同じように最小値はここです。だから、θ イコール、ここ6分の 7π なんで、6分の 7π の時。で、最小値が、これも、sin がマイナス2分の1なだけなので、ここに入れると。で、ここがマイナス1になって、マイナス5足すから、最小値はマイナス6になります。いいかな。まあ、これが解き方。と、間違った?間違ってない?大丈夫ね。あれ?平気かな?俺がね、事前の解いてるノートが間違ってんのか。さあ、事前のノートが間違ったっぽいな。これ大丈夫だね。じゃあ次もね、どんどんそんな感じでいきましょう。で、今度は、サインのね、θ の部分がちょっとややこしくなってる。θ マイナス3分の π。けど、普通に単位円で勝負できるから、普通にやっていきます。で、θ の範囲は0から3分の 2π です。じゃあまず単位円、を書いて、で、0から今回3分の 2π なんですけど、気をつけなきゃいけないのは、θ が0の時、結局0入れると sin マイナス3分の π になります。いい?
だから結局 sin マイナス3分の π なんで0を確かに入れてるんですけど、探すのはマイナス3分の π のところを探します。だからマイナス3分の π、 マイナス60度だよね。つまりここです、ここ。でも書くときにこれは0を入れたときなんだって言うんでメモしとくといいです。俺これよくやるんですけど、ややこしくなっちゃうんでごちゃごちゃ。ゼロを入れた数字なんだけど、ゼロはここじゃなくてここに入れたから、まずポジションが変わったよっていう。で、同じように3分の 2π もここに入れます。で、計算すると3分の π になるんで60度なんだよね。つまりここです。で、ここは3分の π の場所なんだけど、シータは3分の 2π を入れたので、それをメモっとく。うん、いい。で、こっからここまでだから、こっからここまで青のゾーンが使うことができます。で、そこのサインだから Y 座標でしょ。で、 Y 座標ってことはここが最小だよね、一番下で、ここが最大になってるから、まず最大がシータイコール3分の 2π の時です。ここがね、ちょっと引っかかる。あ、なんかややこしくなるのすごいわかるんですけど、ちょっとややこしいこと言いますよ。これ結局60度の場所でしょ。ってことは3分の π の場所なのね。だからシータイコール3分の π の時って書きたくなるんです。場所は3分の π だから。でもそうじゃなくって、結局シータがいくつの時なのって聞かれてるから、シータは3分の 2π を入れたんだよね。で、計算したら3分の π になっただけなんだよ。だからメモっとくといい、シータいくつ入れた時なのかっていうので、θが3分の 2π の時、ここ sin の60度、 sin60 度の値は2分のルート3。ちょっとここからサボるよ、ごめんね。最大値2分のルート3となります。で、同じように最小値は θが0の時です。0入れたからね。で、この時マイナス60度なので、 sin マイナス60度、ここを探すとマイナス2分のルート3と、値はね、こうなります。ちょっと消えちゃったね。いいかな、まあこんな感じで。次は青でいきましょうかね。で、次コサインいきます。 y イコールコサインかっこ 2θ マイナス3分の π、 ちょっとまだややこしそうだね、 2θ になってる。で、範囲が4分の π から2分の π となってます。で、2θになってるんですけど、もう全く同じ、これと同じようにやっていくと、上とね。で、まずtan円を書くと、こうやってね。で、結局は θ がこっからここまでなので、まず4分の π からいきます。で、4分の π をここに入れて計算するので、入れるとまずここで2分の π です。約分されて2分の π マイナス3分の π なので、6で通分すると6分の π か。だから6分の π ってことは30度がこっちか、ここです。でも代入したのは θ が4分の π なので、メモっとくといいです。いい、30度のところね。で、30度も忘れそうだったら30度って書いておいてもいいです、メモは。任せます、それは。で、次、2分の π を入れると約分されて π です。で、π マイナス3分の π なので3分の 2π になります。で、3分の 2π は120度です。だから、3? 合ってるよね。120度なので、ここ。でも代入したのは2分の π ね。で、こっからここまでだから使っていいのはここになります。だから30度と120度の場所ね。で、今コサインだから x 座標なので、一番大きいのはここです。ちょっと見にくくもね、ちょっと1にくっついてるように見えちゃうけど。で、一番小さいのは120度のここになります。だから最大値は θ イコール、さっきも言ったように代入した方だから、結局4分の π の時で、最大値は結局コサイン30度のものです。で、コサイン30度だから2分のルート3となります。で、もう一個、シータイコール2分の π の時、この時ね、最小値で120度なので、コサイン120度はマイナス2分の1と、ね、こんな感じになる。
で、ラストです。で、ラストはそれに加えてここに2がくっついてるっていうタイプなんですけど、同じようにやっていきます。最後だけちょっと注意すれば大丈夫。この2はね、こいつ。で、単位円を書いていくと、よいしょ、ちょっとね。で、θが6分の π から3分の π なんで、6分の π まず入れてみる。ここにね。入れると、約分されて、約分じゃなくていいや、6分の2にすればいいんだ。6分の2のままにして、足して6分の 3π。つまり2分の π です。だから、90度。ここ。だけど、代入したのは6分の π だよって。で、次、3分の π 入れると、3分の 2π。で、6分の4だから、足して6分の5だね。で、6分の 5π になると。で、6分の5。150度か。だから、ここです。で、代入したのは3分の π。つまり、こっからここまで使えます。で、ここの2は、まだ何も考えなくていいです。ほんと、最後で大丈夫。一番手前のやつは。で、コサイン。なので、コサインだから X 座標。つまり、ここ。まあ、0だね。これが最大です。で、最小は150度ポジションのここになります。だから、まず、シータイコール、6分の π の時、最大値。これ0なんだよね。で、結局、最後にこの2に何が効いてくるかっていうと、今は、この部分だけ考えてるの。ずっと。コサインカッコ2シータプラス6分の π。コサインホニャララってことね。コサインホニャララがいくつなのって。で、今0なんだよね。で、それに2をかければいいんです、最後。本当はね。でも0に2かけても0だから、結局これ最大値0になります。けど、最小値の方は、シータイコール3分の π の時。で、最小値。コサイン150度です。だからマイナス2分のルート3。それに2をかけるから、2が約分というかされてね、残ったのはマイナスルート3になります。これがこのタイプの最大値、最小値の解き方です。単位円使えば本当に役にできる。で、一番引っ掛けなら今回一番なんだけど、本当は。よく、この2つ代入して大きい方小さい方書けばいいんでしょうって言われちゃうんですけど、こういうね、1を通ったりするときに、そこを使わないときもあるんだよ。だから、ひとまずは書いてみた方がいいです。慣れるまではね。と思いますので、ぜひこんな感じでやってみてください。では、今回は、高校数学数2の三角関数を含む関数の最大最小丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸2は、ひとまずね、丸2はもう予定してますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。もうじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。